はい、こんにちは、浅井です。本日というか、今日付回っちゃったから昨日だね。昨日、アンケートプレゼントガチャの結果発表というのが行われて、通常ガチャ限定のモンスターの中から、ユーザーの投票によって決定した上位5体のみがラインナップされたガチャが、1回分全ユーザーにプレゼントされますよという情報がね、発表されました。で、その上位5体というのが、挑戦、ギルガメッシュ、混合夜叉明王、吐く、エアですね。で、今回はこれについてちょっと思うことを話していこうかなと思います。まあそもそもやっぱりアンケートだから、要するにユーザーの相違によって決定したものだから、そのこと自体にはね、僕は何も文句はないんですよ。ただ、この結果から、ユーザーが今のパズドラをどんな風に捉えているのかっていうのはなんとなくわかるなっていう風に思うんですよね。もうはっきり言いますね。この今回選ばれた上位5体、挑戦以外はほぼ使われてません。ほぼね、絶対使われてないとは言わないよ。でもほとんど使われてないと思います。少なくともここ最近で、まあ僕自身は使ったことがないし、その編成で誰かが積極的に使ってるっていうのもあんまり見かけないんですよね。まあ、せいぜい混合夜叉が、まあ、ランダンとか、まあ、ブレスの砲台としてまあ採用されるぐらいじゃないかな。純粋に攻略的な意味で使われてるのって多分この中だと挑戦だけだと思うんですよね。だけど、じゃあ通常ガチャのモンスターの中で積極的に使われているのが挑戦しかいないのかっていうふうに言われると別にそんなことはないんですよね。バステトとかフレイヤとかあの辺も強いし、最近転生したアリエルとか、リュエル、ルミエルもすごい便利ですよね。で、あと何がいいかな、ビーナスとかもめっちゃ強いですよね。まあ、単純な強さとか、使用頻度っていう部分で言うと他にもね優秀なモンスターってたくさんいるんですよ。なのにギルガメッシュ、吸収無効難民がまだいるのかなとか、ハク、可愛いからかなとか、エアに至っては正直よくわかんないっす。はい。だからまあ、それぞれね、理由をつけようと思えば何かしらつけれるのかもしれないけど、それでじゃあ全部すっきり納得できるかって言われると、正直ちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、僕この結果を見て真っ先に思ったのが、やっぱり通常ガチャにみんな興味がないのかなって。どんなパーティーであってもその理想的な編成っていうのを、詰めていくと結局コラボばっかりになるじゃないですか。これはねもうみんな今のパズドラだと絶対動かないポイントになってると思います。だから今更その通常のガチャ限のモンスターにフォーカスが全然当たらない、コラボがもう前面に出すぎてそれほど前線の情報っていうのを追ってない、例えばライト層とかが全然ねこの辺に興味を持てていないんじゃないかなっていうことですね。だとした場合なぜ興味を持たれないのかっていうと、もちろんねそのさっき言ったコラボが強すぎるからっていうのもあるんだけども、僕はもう一つ理由としてやっぱり進化がめんどくさいせいかなっていうふうにも思ってるんですよね。超転生フレイヤーがすげえ強いよっていうふうに言われたとしてもほとんどの人はそもそも作れないんですよ。ビーザルがクリアできないし、単純に育てるための総経験値も確保できないとか、せっかくその強いって言われてる通常心も使うためのスタートラインにそもそも立てないっていう、ここがね厳しいのかなっていうふうに思いますね。そうなった場合結局コラボで、ガチャから引いてすぐ使える、あるいはその交換で、手に入れてそのままノエルと、まあ、タマドラを、食わすだけでも手っ取り早く戦力になる、コラボの方に、まあ、みんなね興味がいってしまうっていうのは仕方ないことなのかな。これがガンホーが意図的に戦略としてやってるかどうかっていうのはちょっと定かではないんだけれども、多分やってる気がするけどね。だからもうユーザーがね通常ガチャ限のモンスターに興味がなくなってしまって、その結果今一つこう納得のいかないランキングになっちゃったのかなっていうふうに思いました。この間のアンケートゴッドウェストとかでも今回上がってるモンスターってどれも上位に入ってるんですよね。挑戦、ギルガメッシュ、混合夜叉、ハクエア、どれもね結構上位に入ってはいるんですよ。ただ
じゃあそれらが使用頻度でも高いのかって言われると正直どうなんだろう、うん、ギルガメッシュそんな積極的に使ってる人いんのかなってあんまりピンとこない、うん、そのピンとこないっていうのは結局使われてないっていうことだと思うんですよね。そのギルガメッシュがどうとか、そのエアがどうとか単体で、どうっていうことじゃなくて、その通常シーンっていうカテゴリーとしてもう全部がもう使われてないっていうのが正直な答えですね。だからさっき挙げたそのフレイヤとかヴィーナスとかっていうのが、まあ、今回入っていない時点でんっていう感じになっちゃったのかなっていうふうに思います。まあ、僕なんかでもその超転生とかはね正直作るのすごい面倒だなって思うんですよね。で、まあ、作ったとしても大体まあ他で代用が効いてしまうことが多い。でその代用先っていうのがもう大抵コラボっていうのがまあ、なんとなく寂しいから、まあ、こういうねアンケートやってもらうのはもちろんいいことなんだけども、結果この通常心にあまりフォーカスがそもそも当たっていないっていう今の環境下では、まあ、こういうアンケートやったとしてもなんかねどことなく肩透かし感があるなっていうのが僕の正直な感想でした。はい、そんなところですね。まあ、あくまで個人の感想です。もちろんね、ギルガメッシュ来た、よっしゃーって思ってる人も中にはいるだろうから、そういう人も含めてね、皆さんはね、今回のアンケートの結果に、どういう、感想を持ったか、よかったら皆さんのね、考えも教えていただければなというふうに思います。はい、そんな感じで、まあ、短いんですけども、今回は以上です。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。